のイメージガールに選ばれたんだよ。でね、でね、早速タイについて図書館で調べてみたんだけど、聞いてもらってもいいかな？ありがとうズラ。まずタイの首都はバンコクで、挨拶はサワディーカーなんだよ。有名な寺院がいくつもあるんだけど、マルのお家と違って露出が多い服装では入れないお寺もあるんだって。一年中暖かくて微笑みの国って呼ばれるくらい、タイの人は穏やかな人が多いらしいズラ。マルにぴったりな素敵な国だよね。早くもタイが身近に感じられてきたよ。図書館で調べ物をするのは楽しいし、物語の中で旅行気分を味わうのも楽しいけど、アクアのみんなやあなたと一緒に過ごすようになってからは、知識を生かして実際に楽しみたいって思うようになったの。あなたはタイに行ったら何がしたい？行きたい場所や食べたい料理はある？あなたと一緒にタイのことをより知って、タイの素敵な場所を訪れてみたいズラ。